オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成20年式 K-WORKS 走行6万5000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まずフロント周りからですね。よくある飛び石傷なんかも特に目立つものはないですね。はい、そして右側面ですね。こちらですね、スポーツマインドのステッカーが貼られておりますね。これは鈴木スポーツのものですね。そしてリア、リアはですね、リアバンパーのこの辺りですね、この辺りに薄いへこみ、膨らみ、そういった感じのがありますね。で、多少ですけど、ペイント、塗装がですね、ひびが入っておりますね。ちょっと映らないと思うんですけど、ここですね。はい、そしてリアゲート、特にこちらはへこみ傷、そういったものはないですね。で、左側面ですね。こちらも特に、右側面同様目立つ傷やへこみ、そういったものはないですね。はい、ルーフの方も特に、目立つものはないですね。はい、外装のご説明以上となります。はい、続きまして内装のご説明です。まずハンドルですね。ハンドルはこの辺りですね、この辺りにすれがございますね。その他は特に、傷すれなどはないですね。はい、そしてシートの状態ですね。多少のすれはございますがですね、特に大きなへたり、もちろん破れなどはございませんね。はい、隣のシートもご覧の通りですね。あとシュートノブ、車外に変わっておりますね。はい、で、天張りなんかも特に目立つような、傷関係などはございませんね。はい、そして後部座席ですね。後部座席も特に、損傷などはございませんね。綺麗な状態です。はい、内装のご説明以上となります。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。まずですね、車外部品としてはこちらのエアクリーナーですね。こちらが買っております。はい、その他の、細かいサビなどの状態を見ていきましょう。こちら右側ですね。特に目立つようなサビなどはございませんね。で、オイルにじみ関係なんかもご覧の通りですね。かなり綺麗ですね。はい、はい、エンジンルームのご説明以上となります。はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、足回りはですね、純正になりますね。そして、各部の細かい状態です。まあ、継ぎ目なんかにですね、こういった継ぎ目なんかに、薄いサビはございますが、特に深いものではないですね。で、オイルにじみ関係も特に目立つものもないですね。こちらはエンジンのオイルパンですね。はい、そして、フロアの状態ですね。フロアの方もですね、薄い表面サビは、ところどころにあるかないかぐらいな感じなんですが、まあそれぐらいですね。かなり、
まあ、例えばこういったとことかよく薄いサビがあるんですけど、そういったのも特にないですね。はい。そしてリアの足回りからいきましょう。こちらももちろん、純正になりますね。でこちらもフロント同様特に、目立つようなサビなどはございませんね。リアのフロアを見てもご覧の通りですね。はい、かなり綺麗な下回りとなっております。以上です。